皆さんこんにちは。いや、今日は暑いですね。めちゃくちゃなんかもう夏だなっていう気温ですけども、本日大谷さんね、5打数1安打ということで、2得点ですね。で、エンゼルス11対14で負けましたけども、まあね、一時13対0ということで、あ、もう今日はダメだってね。まあ両チームともね、まあドジャースはね、今日は OK だわっつって、エンゼルスはもうダメだ今日って言ってね、思って、まあ見てる人も思ったと思うんですけども、そこから14対11までね、いったということで、しかもトラウト、アプトもね、もうほぼほぼね、途中で、まあ今日はダメだってことでね、交代したんですけども、彼らがいない状態で11点を取ったということで、まあね、あのまま終わるよりかはね、良かったんですけども、まあただこうやって点取れるんだったら、トラウトとかね、残しといた方がワンチャン勝てたんじゃねえのみたいなのありますけどもね。まあ今日はね、カーショーでそんなに点取れないだろうなって思ってましたけどもね。まあカーショーも点差が開いたんで、まあ5回とかで降板してね、その後のピッチャーが打たれたんですけども、まあ接戦だったらね、もうちょっと投げてたんで、まあ試合は変わってたと思いますけどもね。まあでも頑張ったかなと。13対0から11点取ったんでね、まあやっぱり打撃はね、いいよねっていう感じで、結局ピッチャーのあの感じが浮き彫りになった試合でしたね、結局は。で、まあバンディが先発だったんですけども、まあ立ち上がりはね、そこそこ良かったんですけども、途中からね、4回ですかね、崩れて、で、まあ4失点した後に降板して、で、その次も打たれてっていうことでね、まあね、ちょっとねっていうやっぱり感じですね。やっぱりフォアボール出しちゃうとね、大谷さんはフォアボール出して抑えるけども、やっぱ点につながる確率はね、高くなるし、まあなんかドジャース打線をね、目覚めさせちゃったかなっていう感じありますね。で、まあ4点取られてね、で、まあその後出てきたピッチャーも抑えられないということでね、結局やっぱりそこでこう止められるピッチャー、中継ぎがね、必要ですよね。そこで止めとくのと、また取られちゃうのとは違いますしね。4-0と8-0とかじゃまず違うし、で、そこからまたね、次、5点取られてるわけですよね。ペーニャですかね。なのでね、やっぱりその辺の負け試合で投げるピッチャー、まあ、そんなこと言ってもね、勝ち試合で投げるピッチャーもろくにいない状態なのでね、怪我人も出ちゃってるし。なのでまあ、負け試合に投げるピッチャーはもっとひどい状態っていうかね、そこまで抑える選手がいるわけじゃないんですけども、やっぱりそういうところもね、ちゃんとしておかないと、まあその、勝ってる試合をね、勝ち切るっていうのはまだいいとして、負けてる試合をね、逆転して勝つっていうのもね、必要ですからね。まあ、その辺のピッチャーが足りないかなっていう感じですね。で、まあ、大谷さんはね、カーショーとの2打席は、まあ、いい感じでセンターに打ったのもありましたけども、まあ、やっぱりシフトでね、センターライン、かなりね、もういるので、あそこに打っちゃうと、やっぱり、取られちゃうっていうのとね、まあ、2打席しかね、結局カーショーが先に降りちゃったんで、対戦はね、なかったんですけど、やっぱり一流のね、カーショーっていうのは、まあ、トラウトでもそうですしね、なかなか打てないよねっていう感じでね、もう1、2打席見たかったんですけども、まあ、カーショーが降りちゃって、で、その後のね、ピッチャーからヒットを打ちましたけども、で、もう1個ね、打ったのも、あれはエラーかな、に判定になってるようで、まあ、ヒット1っていう風になってたんでね、まあ、さすがにあれはエラーだったという感じですね。で、まあ今日1安打出まして、まあ出塁もして、で、自分で、ね、ホームにも2回帰ってきてるってことになりますからね。まあヒットが出ないよりかは良かったかなっていう感じですね。でね、まあそうですね、今日こういう感じにね、試合内容になりましたけども、まあ、もうちょっとね、ピッチャーどうにかしてくれよっていうね、話しか出てこないですよね。で、コブが IL に入ってだとかいうニュースがあったので、まあ、これでまあまた先発がいなくてどうするのかなっていうのですけども、サンドバル投げさせるのか、まあ、バリアとか上げて投げさせるのかわからないんですけども、
ただね、バリアがなんか1年目は良かったけど、そこそこそっからなんかもう加工しちゃってってね、なんか 3A でもそんなに良くない状態みたいですよね、防御率が。なのでね、もうちょっと頑張れよって思うんですが、あの辺が育ってくれないとね、補強もできないし育たないしじゃね、どうにもならないのでね。だからあの辺がね、ちゃんと育ってくれば本当に全然違うんですよね。だから、ね、本当頼むわって感じで思ってますけども、まあでも今日はね、その13対0でそのまま終わらなくてよかったなっていう試合でしたね。でまあね、見てる方も11点取ったのでね、まあ打ち合いっていうかね、壮絶な感じで、まあ楽しい試合ではあったと思いますけどもね、まあ勝てませんでしたけども、まあそのまま終わるよりはね、次につながるような感じだったし、まあ主力が出なかったので途中で、でまあサブのメンバーが試合にこう長く出て打席も与えられたっていうのも、まあプラスはプラスかなと思いますのでね、まあいい方に捉えてね、これまあ次また明日ね頑張ってもらいたいなっていうのと、まあ明日バウアーなんで、まあ大谷さんがねどの程度こう対応するかみたいなもね、そういうところも楽しみだと思いますのでね、まあ明日も結構楽しみかなと思います。ということで本日は大谷さんエンゼルス情報でした。はい、続きましてヤンキース情報ですけども、本日のヤンキースナショナルズ戦、延長で、ね、11回かな、4対3で勝ちました。でまあクルーバー投げて、5.2 イニング投げて 6K の2失点で、ヒギーがシャーザーからホームラン打ってましたね、素晴らしい。でまあトーレスは2安打で2打点ということで、まあねトーレスいいところで今日打ちまして、まあ最後もねトーレスがまあ、ボテボテのなんかサードゴロみたいなのを打って、ピッチャーが取ろうとしたのかな、それでもう取れなくて終わったっていう感じでね、さよならみたいな感じで終わりましたけども、まあね良かったかなと。でまあシャーザーの時にね、まあ勝てたっていうのもでかいし、でクルーバーもなんか最初ダメだなと思ってたけど、ここのところ良くなってきてね、まあ打たせて取るようなピッチングもして、まあいいかなという感じですね。でまああと、最後のねジャッジが今日もノーヒットだったんですけど、途中まで、まあ状態が悪いからこそそこに飛んだかなみたいなポテンヒットみたいなのでね出て、まあそういうのもね、味方して、うまくねこう土壇場で点を取れて勝てたかなと思いますね。でまあスタントも調子いいし、トーレスも上がってきてるし、でまあ、レムヒーはねもともと打ってるんで、まあ、あれですけどもね、まあ、あともうちょっと下位打線が打ち始めると点もねもっと取れるし、まあ、ちょっとねジャッジが心配ではあるんですが、まあ、今日1本出たっていうことでちょっと切り替えられるかなっていう感じですね。でまああとねシャーザーやっぱすごいなって、ね、見ててビタビタのアウトローとかね、もうすごいですよね。で同じとこからねスライダーで曲げたりとか、やっぱすごいなと、あの年でもあんだけまだ投げられるんだみたいなね思いましたね。いや相手チームですけどね、やっぱ素晴らしいですよね。でまあナショナルズね低迷してたらシャーザートレードで取れんじゃないかなっていう話も出てますしね、まあ取れるなら欲しいですけどもね、まあ、どのチームも欲しいと思うし、まあ、エンゼルスもね取りに行ってほしいなと、そのねタイミングでどのね順位にいるかによりますけどもね、まあ取ろうと思う順位にいてほしいなっていう感じですね。ということで、まあ、本日ヤンキース勝ちましてね、まあ良かったかなと思います。ということでね、本日もニュースをお伝えしました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントありましたらよろしくお願いします。ちょっと今日暑いのでね熱中症注意っていうのも出てましたので、まあ、気温が上がっている地方の方はお気をつけくださいということで、本日は終わりたいと思います。